継承院蔵継承院病継承院法営2年6月22日は、江戸幕府三大将軍、徳川家光の側室で、五大将軍、綱吉の聖母。通称は玉。徳川美希によれば、父は北高寺太郎兵衛総田氏。母は鍋田氏。兄に北高寺同胞、弟に本城宗助がいる。京都の大徳寺付近で生まれる。徳川三木によれば、 父は、関白、二条、公平の家主である、北孔子太郎兵総忠氏だ,だが、実際の出身はもっと低い身分であるという噂が、生前からあった。継承院と同時代の人物の記録では、朝日江省の日記、大室中期に、十一位の官位を賜った時に、西陣織屋の娘であるという落手があったことが、記されており、また戸田も水の、後藤大記に、 畳屋の娘という説が記されている。黒川同友の遠癖県旗人林部は二条家家氏、北高寺区内が久しく使い、不幸来人の女に産ませた娘とする。死後ややたってからの岩礁関帰には大根売りの妹、さらに後の時代の玉子式には、父は八百屋の二座右衛門で養父が、北高寺太郎兵衛総忠しという説が記されている。寛永十六年に、 部屋ごとして、家光の側室、おまんの方に使え、後に、かす局の目に留まり、秋野という孔明で、局の指導を受けるようになる。長じ手将軍付きご中老となり、家光に見染められて、側室となり、正法三年一月に、綱吉を生んだ。慶安四年に、家光が死ぬと落職して、大奥を離れ、筑波山地側院に入る。四大将軍、家綱の死後、 遠方8年に、綱吉が、将軍職に就くと、江戸城三の丸へ入った。上京元年11月に、十三味を、元禄十五年2月には、女性最高位の十一位の官位と、藤原光子という名前を賜ある。法永2年6月に79歳で没。実家の本城氏は、継承院の移行により、その一族は、高富藩、小室藩、宮津藩、笠間藩、 足利藩などの小藩ながら大名として立身出世を果たしている。墓所は東京都港区の増上寺。伊波津塚が寺の復興に貢献した京都府京都市西京区の前方寺に継承陰病として存在する。ありがとうございます。